カステナンゴともは、グアテマラのキチェ県にある町。マヤのキチェ族の文化が色濃く残る町として知られる。もともとは、チャビアールという地名だったが、今の地名は、メキシコのトラスカラ州から連れて来られた兵士が、使っていた、ナートル語で、イラクサの町を意味する、ドシテキャステナンコという言葉にちなみ、スペインの征服者が名付けた。自治体の名前でも、自治体の中心地区の名前でもある。 首都グアテマラシティから北西に1 4 0トルの山の尾根に位置する。標高は1 9 6 5ル。自治体は中心地区と81の村落からなり、最寄りの村落にはパキヒック、チュカム、チョコホム、チュフペン、カマニバル、チョンタラなどがある。この街を歌った曲には次のものがある。2009年の市場、チチカステナンゴは毎週木曜と日曜に開かれる。 市場が有名で、工芸品、食料品、牡蠣、陶器、調味料、薬草、ろうそく、伝統的な香料、カル、回転砥石、豚、鶏、ナタなどいろいろ売っている。市場の中心部には、小さな食堂がある。繊維製品では、女物のブラウスがよく売られている。民族舞踊の仮面も作られている。木工品もこの町を有名にしている。 聖トマス教会市場の隣には、築400年になる聖トマス教会がある。先コロンブスキの神殿跡に建てられたため、石段は、マヤ文明時代のものであるを表す。祭事は、マヤの神官が取り仕切り、甲やろうそくが焚かれる。神への備え物として、チキンを焼いたりする。また、近くには、古代マヤの王の功績が掘られた、神聖な岩があり、神官が儀式を取り行う。 父地下ステナンゴ地域博物館を近くにある。ありがとうございます。